本日はご来場誠にありがとうございます。配信を見てくれている皆様ありがとうございます。ロドの主催の三浦です。これから上演する逸光シリーズなんですが、高校演劇の大会のルールにのっとって上演を行います。なので最初に簡単に僕の方から高校演劇のルールを説明します。まず高校演劇なんですが、上演時間が60分以内というふうに定められています。でこの60分から1秒でも過ぎてしまうと、その時点で審査の対象外になってしまうんですね。あと照明と音響のオペレーション、これも生徒あるいは顧問の先生で行わなければいけません。この舞台上のセッティング、設営も決められた時間以内に生徒たちで行わなければいけないので、これから10分間計測して、その間に俳優たちに舞台上の設営を行ってもらって、それが完了次第上演という流れになります。では早速始めていきたいと思います。皆さん準備いいでしょうか？はい、出します。はい、下がります。はい、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 引っ張ります。はい、はい、風チェックお願いします。とてもいい風だと思います。スタンバイ入ります。これ魔法陣ってそうそうそう、地上を見下ろすの好きなんだよね。なんかさ、運命を見てる感じがするじゃないの。しないじゃないの。まだ出会ってない道の端と端にいる人たち見てたらさ、ワクワクしてこない？先輩になりきって、筆跡も太郎先輩を真似てるんです。太郎とビーチって何？どういう関係？私の書いた言葉から太郎先輩が浮かび上がってほしいんです。
あなたは太郎じゃないね。私の願望か。好き。集めても君に届けたい思いに足りない。何してるの？問題出して俺が答えてる。あ、この前って。そうそう、あっちの旧校舎の屋上の上には×が書いてあって、点滅がハマってて、すごいクイズ番組ドラマ「木更津キャッツアイ」のロケ地として知られ日本一。中の島大橋。正解！しっしゃ。何それ？なんだろう。その胸に敷き詰められていたものは花束と赤鳥とあと一つは何でしょう。僕があなたにあげたいものはこんな風に名前のわからないものばかりです。今朝電車から聞こえてきた子供の優しい声を聞いた。夕方に見つけた四季のすべてを織り込む香りのする風の名前は何でしょう。俺書いた気がしてきた。知らなかった。内緒にしてたから。これ、B 記でしょ、書いた。え？だって、筆跡が完全に B 記だ。そんなバカな。太郎はこんなにボキャブラリーないよ。語彙が貧困でこそ太郎なんだから。そんなことないわ。太郎先輩はもう全身からリリシズムが溢れてるもん。毎晩書き直してさ、書き出しが全然決まらなくて。そう、そうです。名前のないものだけをたくさんたくさん集めてあなたにプレゼントしたい。私ね、付き合ってる人がいて、その人のことが好きなんだ。楽しげ。なんか飛ぶのうまくなってんだよな。ムカつく。